本邸一階副邸三橋イタリア大使館別荘記念公園は栃木県日光市にある公園。1928年から1997年までイタリア大使館別荘として使用され建物を集築復元した上で公園として整備し一般公開している。明治期以降に中禅寺公園岸に建てられた数多くの各国大使館別荘のうち 一般公開されている唯一の例として貴重である。本邸は国の登録有形文化財に登録されている。同館の創設は1928年、アメリカ人アントニン・レーモンドの設計により中禅寺湖畔に建設された。当時の日光には中禅寺湖畔に数カ国の大使館別荘があり、夏には外務省が日光へ移ると言われた。 1997年まで歴代イタリア大使が使用していた。その後は土地議が同館を買い取り、修理と復元を行って一般公開された。建物は本邸と副邸の二棟からなる。本邸はリビングテラス、寝室があり、家具、寝具、暖炉、調度品が展示されている。副邸は王子の歴史を紹介する。 国際秘書地歴史館として整備された。内装と外装は共に杉の川で装飾され、壁や天井に多様な装飾がなされている。周辺には小道や橋、桟橋がある。本邸のテラスからは中禅寺湖、日光白根山、半月山、八丁で島を望める。桟橋からは南大山が見える。ありがとうございます。